皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵頭さゆりです。今回は綺麗な人の共通点、大人の眉メイク見直し動画ということで、簡単なね、大人のための眉毛講座というようなイメージで動画を配信していこうと思います。今回はすごく簡単な要点を3つにまとめて、当てはまるところを改善してもらうだけで、改善方法もすっごく簡単なんですけれども、明らかに印象が変わるっていうような内容になっておりますので、眉メイク苦手な方もね、そうでない方も見ていただける動画になっております。それでは早速いきましょう。ということでね、眉毛はお顔の額縁と言われているぐらい、本当にお顔の印象をね、大きく大きく大きく左右します。見直しポイント3つあります。この3つ見直せば顔印象かなり変わると思います。丸1、眉頭の部分、いわゆるこの眉毛のですね、スタート地点の部分ですね。丸2、色選びです。これすっごく重要。いくら眉毛が綺麗に描けてても、眉の色選びがおかしいとすごいもったいないことになってしまいます。そして3番目はですね、ぼかし方です。これはすごく眉毛を自然な印象に見せるっていうことに欠かせないので、この3点ですね、皆さんと一緒に見直していきたいと思います。丸1番の見直しポイントは眉頭の位置、この眉毛のスタート地点の位置の見直しになります。眉毛を描くときって、眉毛のスタート時点、眉頭、眉山、そして一番眉毛のお尻の部分、眉尻っていう風に3点を取って綺麗に描くよっていうような眉メイク動画がね、ほとんどだと思います。まあもちろんね、それすっごく大事なので、それができる方はそれをね、やっていただくに越したことがないんですけれども、この3点の中で一番簡単に変えることができて、しかも印象も劇的に変わるっていうのは眉頭の位置かなというふうに思います。私は今眉頭基本の位置で撮ってるんですけれども、小鼻の中心のだいたい延長線上です。小鼻というのはですね、鼻筋がスッとありますね。で、ここの横の膨れている部分、ここを小鼻と言います。なので、この膨れのだいたい真ん中ぐらいですね、ここからスーッと眉ペンシルを持ってきて、カキンと当たるとこ、ここが通常の眉頭の位置です。私今ね、基本の位置に書いてます。眉頭の基本の位置、こちらの映像をまず皆さんに覚えておいていただきたいんですけれども、この基本の眉頭の位置よりも 1-2mm ね、ちょっとでも内側に入ると一気にきつい印象になってしまいます。あるいはちょっと神経質そうっていうような印象を抱かれてしまうんですよね。そして基本の位置よりも、いわゆる少し外側、離れ眉になってくると、穏やかな印象とか朗らかな印象、あとはちょっと話しかけやすそうだなっていう風に見られやすいです。なので同じ人でもね、眉頭が 1-2mm 内側に入ってるか外に入ってるかで全然違う人に見えるので、それでは基本の位置からですね、 1-2mm 外側に持っていきたいと思います。今回はね、私がよく使っているデジャビューのステイナチュラーイアイブロウペンシルのナチュラルブラウン、私は眉を描くときにね、今日も使ってるんですけれども、これの後ろがこのね、スクリューブラシになってます。眉毛を溶かしたりするようなブラシになっているので、これでちょっと 1-2mm ね、眉頭の部分を削って、まずは離れ眉にしていきたいと思います。スクリューブラシで溶かしぼかしながら、こうちょっと消していくといいです。ファンでも剥げちゃったところは、後から上からね、トントンすれば大丈夫なので、眉頭の位置を少し離しました。小鼻の中心の延長線上からちょっと正面から見ても間が空いてますよね。このくらいちょっと離れさせるとですね、穏やかな感じ、話しかけやすそうな印象に見えます。私みたいに顔がちょっともともとこう緩い印象の方っていうのは、ここを離すとよりそういう表情が強調されます。次は基準の位置よりも 1-2mm 内側に描いていきたいと思います。で、ちょっとスクリューブラシで内側に向かってぼかすとね、眉頭の位置が自然に内側に行きます。少し内側に入れるだけでどうですか？だいぶ表情キリッと
しますよね。本当に眉毛の形変えてなくて、眉頭がちょっと入り込むだけでかなり印象が変わるのがわかると思います。ちょっとお顔がもともとねきつく見えて悩んでいるっていう方は、この眉頭の位置にしてしまうとちょっときつさが増しちゃうかなというふうに思います。あとはですね、ちょっときつく見えるとイライラしてるようにも見えてしまったりするので、特に眉間にシワを寄せる癖がある方は、年を重ねると眉間にこうどんどんシワが寄ってきてしまって、眉頭の位置が若い頃と同じように描いてるといつの間にかこうグッと入り込んだ眉頭になってしまっていることがあるので、そういう表情の癖がある方とかは特にちょっと眉毛を離すような意識をすると意外とバランスが取れるかなというふうに思います。眉頭の位置でまず大きく印象が変わるっていうことを知っていただいて、それでご自身の眉頭の位置どうなっているか見直してみてください。かなり簡単にイメチェンできます。2つ目の見直しポイントは色です。色の選び方なんですけど、ご自身の髪の色に合わせるのが一番ぴったりな眉色を探しやすいです。染めていらっしゃる方結構多いと思うんですけれども、ピンクブラウンっぽく染めているのか、それともちょっと黄色みが入っているようなブラウンなのか、アッシュ系なのかによって、でそれらに合わせてピンクブラウン系の人はピンクブラウンで眉毛を描くとすごくマッチして見えますし、ちょっと黄色みが髪の毛に入っているよっていう方はちょっと黄色みが入ったブラウンを使うと一気にお顔の印象との統一感が取れるので、そのように色を選んでください。ピンク紫っぽいような眉を描いてみたんですけれども、私髪の毛の色にピンクも紫も入っていないんですよね。今日のメイクにもピンクとか紫系が入っていないので、色が違くて浮いているっていうのがわかるかと思います。そして2つ目、すごく大事なのがトーンです。髪色に合ったブラウンを選んでもすんごく明るい印象だとちょっと不自然に見えてしまいますし、逆にですねすっごく暗い色で塗りつぶしたように描いてしまうっていうのもかなり重いお顔になってしまうので、色の明るさっていうのはキリッと見せたいっていう方は髪色と同じぐらい、ちょっと明るめな印象、軽めなメイクが好きっていう方は髪色よりもだいたいワントーン明るめの色を選ぶといいです。そして3つ目の見直しポイントは眉毛のぼかし方です。皆さん眉毛を描いた時に眉毛しっかりぼかしてますでしょうか。眉毛をぼかすとですね、すごく自然な眉毛を描くことができます。まずはこちらの映像をご覧ください。こちらの映像はぼかさずに眉毛を描いた映像になっています。眉頭のところも結構きつめに見えてしまいますし、なんとなくこう全体的にちょっと不自然な眉毛ですよね。せっかくメイクをきれいに仕上げても眉毛をきれいに描けても結局不自然な印象のままにしておいてしまうとすごくねもったいないです。なので今回はですね、眉毛のぼかし方をねお伝えしていきたいと思います。眉毛をぼかすのに必要なのは、このデジャブの先ほどから使っているペンシル、この後ろ側にねこのようなスクリューブラシがついています。もちろんスクリューブラシ単品でもこういうねドラッグストアとかでも売っていて結構手頃な値段なので、こういうブラシを活用するっていうのが自然な眉を作るのに必要なものになります。眉山から眉尻にかけてはすでに眉を描いています。眉山から眉尻は結構眉がねこう生えていない方とか薄い方、消えやすいっていう方が多いと思うので、そこの部分は基本的にはぼかさずにいきたいと思います。ぼかす感じな部分っていうのはどちらかというとこの眉中のところからこの眉頭の部分ですね、ここをぼかすだけですごく自然に見えるので、そこを描いていきたいと思います。眉中からこのだいたいね眉山ぐらいまで描いていきます。そして描いたところをさっさとぼかします。でぼかしてちょっと消えてしまったところはまた軽く描き足す、でまたさらに優しくぼかすとかなり自然な眉を描くことができます。特にこのデジャブのペンシルはぼかしても消えにくい、色がこうやわーっと薄くなってくれるのですごくおすすめです。眉頭の部分は一番初めにお伝えした小鼻の延長線上なので、まあだいたいここら辺です。今ちょっとわかりやすく印をつけましたが、この部分から、ちょっとね、ふわふわふわっと
眉頭の形を整えながら、まあ、ここ描きすぎなくて大丈夫です。大体このくらいまだ色がムラになっている状態で大丈夫で、こういうスクリューブラシでふわふわっとぼかすとね、馴染むんですよ。この毛流れの方向に合わせてぼかすのがポイントです。でぼかしながら、ちょっとまだここ薄いなって思うとこがあったら描き足してまたぼかす。このようにするだけで、先ほどの映像に比べるとかなり自然な眉を描くことができていますよね。そしたらですね、このままでもいいんですけれども、より自然な印象に見せたいという方は最後にパウダーで眉頭の方を明るいカラーでぼかしてあげるのがおすすめです。ケイトのデザイニングアイブロウ 3D の EX4 番を使って眉毛を描いた色よりも少し明るめの色、私はこの真ん中のカラーとちょっと一番明るいカラーをミックスして、つきすぎないようにトントンと手の甲に押さえておきます。これはティッシュでも大丈夫です。そしたらですね、眉頭の部分に当ててパウダーでちょっとさらに上からぼかすと、より自然な印象になります。ブラシを当てる時にこう当てますよね、眉頭に。で同じ角度でこうやって当てると結構眉頭の形も自然に整うのでおすすめです。このような感じで眉頭をぼかしました。先ほどの映像と比べると同じ眉の形でも差があるのがわかるかと思います。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。かなり簡単に改善できるものばかりだったかと思います。もちろんですね、丁寧に眉頭、眉山、眉尻を取って綺麗に描く、そして全身のバランスを見ながら描くっていうことは本当に大事なことなんですけれども、いきなりそこからだとハードルが高いと思われる方ね、ぜひ今回の動画を参考にしてみてください。概要欄の方に簡単な眉カットの方法とか、ちょっと関連動画をまとめて書き込んでおきたいと思いますので、ぜひチェックしてください。本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。